お聞きください、この大歓声、スタジアムは超満員、熱戦の火蓋が切られました。このパスをトラップ、ボールがタッチを割りました。スローインからの再開です。あとロングスロー、それチャージが決まった。もらった、鮮やかな前転で突破、それスライディングで止めた。ミスニ君、これぞ貴公子のプレーだ。それ体を反転させ返した。ミスニ君決めてみせる。これはスライス回転をかけてきた。体ごとボールにぶつかっていく。これはボールと相打ち、まずい。これはまさに力こそ正義なスーパーブレイクシュート。ダルトール君横に飛んだ。これは見事にキャッチ、パントキック、どこまで運べるか。よし、天才的なドリブルだ。翼君、ここは抜かせません。お箱のヒールリストだ。得意のヒールリストで抜いた。これが二人の力だ。いっけー、ガルドボール君横に飛んだ。これはキャッチできない。パスを回す、いくよ。ここは戻りながらのディフェンス。パスカル君横にかわして突破。そこからチャンスを作れるか。相手の裏をかいた。パスカル君、ここからチャンスを作れるか。ツインシュートだ。ここだ。いち早く反応、ボールを止めに行った。身を挺してシュートを防いだ。ブンナーク君、激しいタックル、ボールを当てる傾向だ。まずい。格闘技ばりの荒技だ。息の合った連携プレーが出るのか。このタックルは不発に終わります。ヒューガ君、フィールドをタイガーショットだ。ここだ。懸命に勝ち出した。ガルバン君、これをトラップ。ヒューガ前に上げた。このセンタリングをものにできるか。ミスニ君、ここは抜かせません。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。ミスニ君、僕が決めてやる。これはスライス回転をかけてきた。あっ、はじきます。ディナス君、前転でかわした。カスカル君、横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。翼君、これは南米式のドリブルだ。ルゼリ君、スライディングでカット。アルゼンチン、キャプテンのその天才的プレーを見せつけるのか。まさに走るダンプカーだ。敵陣へ攻め込みます。ナイスプレーだね。次々にかわしていく。ナイスプレーだ。シュートに上げた。この天才を何にできるか。ダルトーニ君、決勝のセービング、これがネットに。信頼してくれるみんなのために、勝つ。シュートン、おら、ここだ。このまま突き放そう。それパルス、このボールをコントロール。ここは抜かせません。よし、フェイント。ここは勝負を避けた。ミスギ君、ここからチャンスを作れるか。そこは華麗なナイスプレー。ミスギ君、これプレーだ。ナイスプレー。ミスギ君、あ、一球スライス回転をかけてきた。あ、弾きます。パスをもらった。ミサキ君、ミスギ君、クロスを上げた。このセンタリングをものにできるか。ガルトーニ君、これはキャッチできない。おっと、これはコースが悪かった。ミサヤをつなぎます。ミサキ君、繊細なタッチでかわした。なんだと、絶対に効けるぞ。このシュート、これはキャッチできない。ミサキ君、ここは抜かせません。渾身のパスを味方に送る。キューガ君、タイガーショット、これは見事にキャッチ。パ
ントキックで大きく蹴り出した。パスカル君ロングパスを受けます。ドリブルでボールを運ぶ。ここからが本番だ。ディラス君側転バッテンバッチューからのアート、さあラテンピックなシュート。このフラグに飛びつく。横飛びで抑えた。ブンナーク君素早くつなぎます。さあ前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。金林君素早く横に飛ばす。これはボールだ。金林君センターラインを越えて攻め込む。ドリブルで突破。ドラゴンとぶつかっていった。アウェイチキックオフで後半スタート。直線的ドリブルで蹴散らした。何だと。敵陣へ攻め込みます。センベロ君ボールを狙うも届かない。あっと奪い返した。ここはパスを出した。ウルグイパスを出す。体ごとぶつかっていった。クラブ君得意のヒールドットで抜いた。ダイブシュートだ。このシュートに反応している。ヒューガ君ボールに引っ張った。勝つためだ。ナイスプレーだぞ。立ち塞がる者はセネブックだ。ガルバン君このボールに立ちはだかる。ブロックを突き破りゴールへ。パントキックどこまで運べるか。体ごとぶつかっていった。敵陣へ攻め込みます。なんという破壊力だ。ナイスプレー。なんという破壊力だ。体ごとぶつかっていった。これぞ飛行士のプレーだ。体を反転させ。ナイスプレーだ。ミスギ君これは手にせん。回転をかけたスタートだ。ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。ヒューガさんワンタッチで送る。それカレッジが決まった。それ体ごとぶつかっていった。それショーキンここは抜かせません。素晴らしい横を倒す。なんだと。敵陣へ攻め込みます。よしかばして振り切った。これはごぼう抜きだ。ナイスプレーだ。ここだ。このシュートを体で止めるつもりだ。ガルバン君体で防いだ。ボールダッシュ成功。パントキックで大きく蹴り出した。松山さん素早くつなぎます。松山君勇ましい突破だ。現しましたらドリブル。そうはいくか。勇ましい突破だ。ここだ。イングルショット。ここだ。突き飛んだ。ボールはまだ生きている。ディアスパスを回す。絶妙なインターセプト。松山さん松山君シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。ミサキでパスを送る。ミサキ君持ち前のテクニックを見せつける。見せ見せる。繊細なパスでかわした。僕が決めるんだ。全身全霊のシュート。ガルバン君このボールに立ち上がる。体を張ってボールを止めた。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。ミサキ君ロングスローできた。ここはパスを出した。さあ勝った。もらった。鮮やかな前転で突破。チャージが決まった。ここはパスを出した。パスを回す。ドリブルと見せかけてパス。ダイレクトパス。まさに走るダンプカーだ。ドリブルでボールを運ぶ。ナイスだぞ。これはゴール抜きだ。ナイスだぞ。さあゴール前です。スマホゾーン流れるパスを狙う。ここにはシュートに持っていく。それは横に飛んだ。パントキックどこまで運べるか。パスをもらった。ミスギ君ここは抜かせません。これぞ気候のプレーだ。止めろ。反転させかわした。ダメだ。これはデモ抜きだ。まずいな。これが俺の目を蹴りやすいぞ。ガルバン君このシュートに反応している。ゴール隅に決まった。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。ゴールのゲット。ダメだ。くらえ。これが俺のネオタイガーショットだ。はあ
諦めないぞ。左へ預けます。ブランカゾー、素早く横に倒す。パスカル君、センターラインを越えて攻め込む。ここに倒して突破。スルーを避けてゴールを狙う。これが若林源三だ。パントキック、どこまで運べるか。このパスもカットします。ここからが本番だ。側転、バク転、バク宙からのあと、さらにアクロバティックなシュート。このボールに飛びつく。あー、これも取った。パントキックで大きく蹴り出した。ワンタッチで送る。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。ダイレクトでパス、ここはパスに切り替えた。素早くつなぎます。もらったぜ。勇ましいディットフェイントだ。パスを回す。パスを出します。ガルバン君、ボールを狙うも届かない。ミサキ君、持ち前のテクニックを見せつけるミサキ君、シュート。パントキックで大きく蹴り出した。消え出せ。ヘディングでのパス。はアウェイチーム勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。